さあトレンドピックアップいきましょう。今朝注目するのはこちら、新潟日報。新潟柏崎刈羽原発7号機再稼働への準備最終段階が終了。東京電力が再稼働を目指す新潟県の柏崎刈羽原発7号機で実施していた主要な設備の検査がおととい6月1日すべて終了したことが分かりました。今後は原子炉周辺の配管の弁の開閉状況などの点検を行って、終了すると設備の面ではいつでも再稼働が可能な状況となります。まあ、そんな中、今朝ですね、6時31分ごろ石川県能登地方で最大震度5強の地震がありました。東京電力によりますと、この地震で新潟県の柏崎刈羽原発では異常は確認されていないといいます。柏崎刈羽原発7号機で実施していた主要な設備の検査がおととい終わりました。常念さん、これはどうご覧になりますか？これはもう電気代、はい、ね、安くするための切り札、そうですね、ですよ、はい、今ロシアで占領、ロシアっていうかロシア軍が占領しているザポリージャ原発ってね、はい、ウクライナにありますけど、あれ世界で2番目にでかい原発と言われてるんですが、一番でかいのはここなんですね、はい、確か私の記憶が間違いなければ、はい、ここなんですよ。でこの巨大原発、まあ、7号機だけですけどね、はい、まあ、これもし稼働すればですね、はい、非常に大きいと。あそこ何機もありますからね、はい、できれば全面稼働してですね、電気代を安く抑えられれば、このインフレもですね乗り切れるかなというふうに思うんですけれども、まあ、岸田さんね、これ安倍さんができなかったことですが、粛々と進めていただいているということで、まあ、ぜひですね、まあ、一日も早いね再稼働を実現してほしいなと、環境活動家として思います ね、はい、グリーンなエネルギーなんで、 EU 公認のね、はい、グリーンエネルギー原発ですから、ぜひ稼働してほしいなと思ってます、はい。でこの柏崎刈羽原発、主に関東方面で電力を供給するため、新潟県内では再稼働によるメリットを感じにくい、まあ、こういう声も上がっているということなんですが、まあ、我々はもう関東ですから利用したいですって気持ちですけどね、はい、まあまあ、でもこれね、原発をまあ立地するにあたってたくさんのお金を、まあやってるわけですから、はい、そこは持ちつ持たれてたんじゃないですか、はい、はい、と思いますけどね、はい。柏崎刈羽原発の再稼働をめぐって、東京電力小早川社長、先月1日企業誘致によって地元に貢献できる可能性に言及しました。また小早川社長、4月30日の記者会見では、データセンターや半導体工場の誘致を例に挙げて、原発再稼働によって少しでも安定かつ低廉な電気料金で産業育成に貢献できないかみたいなことは十分あり得ると話しました。柏崎刈羽原発の再稼働が新潟県にもたらすメリット、まあ、これもあるんでしょうかね。まあ、そうですね、まあ、いろいろ一生懸命やるでしょう、はい、でやっぱ電力の安定供給とね、はい、それから安いね、はい、電力ってすごく大事で、ドイツが今本当に景気悪いのはこれのせいなんですよね。再エネやりすぎて電気の、ね、供給が安定して残りの原発も止めましたからね。そうですね、でフランス絶好調なんですよ、はい、原発で電気作りまくって、フランス経済今すごいいいんですけど、はい、まあ、そういうことになるんじゃないですか、はい、はい。で柏崎刈羽原発の再稼働ですけれども、新潟県の花角知事、先月1日の定例記者会見で、地域にとっては良いことと話し、歓迎する姿勢を示しています。東京電力小早川社長の発言の受け止めを問われた花角知事は、それはそれで地域にとっては良いことだと思う、一般的に働く場所を増やす、雇用を増やすという意味ではと話したといいます。その一方で花角知事は、安全安心が第一というのは変わっていない、まあ、このように強調したということですね。まあ、原発というのは非常に大きな施設で、はい、維持管理にもすごく人がいるんですね、はい、であと地元の企業とかの協力もすごい必要なので、まあ、そういう点ではですね、恒久的なその、まあ、財政支出じゃないですけれども、はい、まあ、仕事の供給というのはですね、はい、続くわけですよね。だって何十年と稼働するわけですから、はい、だからそういう点ではだから新潟にメリットないというのは、それ電気が来ないってだけをもってメリットがないみたいな言い方っていうのは、まあ、これはまあ完全に、ね、ビジネスの、まあ、その構成から見てもですね、はい、違ってるなということは言えるんじゃないかと思いますね、はいはい。で、この
ブルームバーグのですね、ブルームバーグによると柏崎市の桜井市長、柏崎刈羽の原子炉の一部が再稼働することにメリットデメリットの両方があることを認めていると言います。桜井市長は原発事故による放射能への懸念がある一方で、気候変動による熱中症、洪水、山火事などの現実の脅威もあり、それらと戦うためにも原発はまだ必要という考えを示したと言いますね。えらい、桜井市長よく言った、その通りです。はい、はい、まあこれ100っていうことはね、こういうものもないわけで、うん、まあそうですよ ねだってなんだって、ね、飛行機だって落ちるかもしれないんですから、はい、ね、でもそれでも乗るじゃないですか、はい、ね、やっぱりもうリスクと、ね、そして、ベネフィットと、はい、まあ、いろいろそれをこう勘案してやるもんですからね、はい、まあ、現時点で大量のエネルギーを一気に取るにはやっぱ原発のような仕組みしかないの で、 現時点では、ね、残念ですが、はい、残念ですが、はい、いわゆる再エネ、まあ、全然再エネじゃないんですけどね、あれね、まあ、自然エネルギーはですね、やっぱりあの出力が安定しないので難しいんですよ、はい、やっぱりね、あのいらない時に電気いっぱい作っちゃうし、はい、欲しい時には作ってくんねえし、となるとやっぱそのベース電源としてですね、やっぱりこの原発ベース電源なんて概念は必要ないとか言って言い切ってた、なんかね、あの環境サイクルみたいにいましたけど、まあ、こういう状況になって、やっぱりベース電源いるじゃんということですよね、これが現実だということです。そうですね、はい、まあ、ゆくゆくはだから他の何かね、変わるものがあればいいですけど、まあ、例えば、あの非常にこう性能のいいバッテリーとかが出れば、はい、蓄電ですね、はい、再エネで作った電気を貯めといて必要な時に使うってできるんでしょうけど、はい、まだできてないんですよ、はい、だからそれができるまではやっぱり使う分だけ作るっていう形になるので、そしてやっぱ原発と火力と水力の組み合わせ、で、まあ、それに再エネも組み合わせて、まあ、やっていくエネルギーミックスっていうやり方しかないですよね、はい、うん、でやらないと日本が、まあ、せっかく今円安でね、輸出産業絶好調なので、はい、電力で足引っ張られたらしょうがないじゃないですか、で原油価格もね、まあ、今ちょっと下がってますけど、これもまあどうなるか分かんないですからね、そうするとまあほぼ純国産のエネルギーっていうとこの原発しかないので、はい、やっぱりまあね、3割弱ぐらいは原発で賄うっていう方針でいいんじゃないかと私は思いますけど、まあ、これからますます電力が必要な世の中になってきますからね、本当ですよ、ね、夏も暑いし、いやそうです、ね、クーラー使いまくって ね、そうなるとやっぱり電力いりますもん ね、あとね、産業だと半導体だなんだだって電気とね、水とか使うじゃないですか、ですね、寺島さんもね、電気で動いてるわけですからね、そんな、でつよみたいな今乗ってきた、電池切れ、電池切れです、電池切れです、電池切れです、はい、はい、でブルームバーグによりますと、柏崎刈羽原発の2基の原子炉は2017年に国の原子力規制委員会から運転再開の認可を得たものの、地方自治体の認可が得られていないため、東京電力は、運転再開の時期を定めていないということです。柏崎刈羽原発の本拠地である新潟県議会定例会、6月に開かれる予定でして、まあ、そこで再稼働を支持するかどうかが議論される可能性が高いと言います。今月開かれる予定の新潟県議会定例会で、議論、これ注目ということになりますよね。いやもうこれ許可してほしいですね、はい、本当に日本の産業がこれにかかっているので、ぜひあの、まあ、新潟にも大きなメリットが、ね、日本経済全体が良くなれば新潟にも大きなメリットがある、はい、やってほしいなと思いますね。そうですね、まあ、関西だとか九州の方は原発がね、そうなんですよ、おかげで電気代安いですからね、そうなんです、今回あのなんか40何パーセント上がるって言っても東京電力で支払うものよりも元が安いっていう、元が安かったからね、割合で見ると上がりますけど、だこれから再エネ補助金もなくなるので、やっぱり原発稼働してもらわないとやっぱ困りますよね、我々としては。そうです、ね、あと再エネ補助金に関しては、なんかあれでしょ、再エネの方が原発より安いとかね、おっしゃってらっしゃるんですよね、はい、学者の皆さんが、でもあの賦課金いらないんじゃないですかと、そうだ、安いんだったらね、安いと賦課金やめればいいじゃんと思うんですけどね、はい、賦課金やめて原発再稼働で日本の産業も大復活なんで、はい、大いにやっていただきたいなと思うんですよ ね、そうですね、はい、そんな素晴らしいもんなら賦課金いりませんよねと、いうことだと思うんですけど、おかしいな、どうなんでしょう ね、そこがだって10年以上経ってるのにまだ賦課金いるの、賦課金で最初ブーストすればそういうのいらなくなるって孫さん言ってなかった、はい、神直人さんと一緒にさ、あれ嘘だったのって話ですよ、あれも民主党制限ですよね、もうみんなあれ思い出してよ本当、ボキュースウェルのいいけどさ、あれだぜ、またあれかって話ですからね、勘弁してほしいですよね、日本の場合一回決めるとなかなかね、いや本当ですよ、再エネ賦課金本当廃止してほしい、あの復興増税と再エネ賦課金は、東日本大震災のね本当たたりみたいなもんですから、もうこれ悪魔払いですよ、マジでお払いした方がいい、もうやめた方がいいですよこの2つとも、はい、はい、以上トレンドピックアップでした。